こんにちは。AV 関西坂井店の岩田です。今日紹介する車は BMW F20、 いわゆる1シリーズというやつです。コンパクトなサイズでパワフルなエンジン、かつよくできた足回り、さらにリア駆動言うことなしの BMW の中では、僕的にはこいつが一番のスポーツカーなんじゃないかなと思います。この F21 シリーズにガッツリオーディオを組みました。というか組んでたんですが、 YouTube に撮影するのはこれが初めてだと思うので、ちょっと紹介したいと思います。今回やった作業としては、今までのオーディオベースにバージョンアップを行ったんですが、前の分も合わせて撮っていきたいと思います。外装、地味な話なんですけど、こういう元々樹脂の何も塗装してないパーツが至るところに使われてるんですが、こういう部分もピアノブラックでフィニッシュしてます。エアロつけるときに僕がついでにやっといたらって言って進めちゃったんですけど、結果オーライでした。非常に質感の高い仕上がりに仕上がっております。エアロとかもあまり大げさじゃない小ぶりなシュニッツァーのセパレートタイプ、シュニッツァーやったかな、確かそうやったと思うんですけど、を同色に仕上げてピュッとついてます。たったこれだけのことなんですが、見違えるほどかっこよくなります。ホイールも交換してます。まあ汚い、これ洗車したんですけど全然取れてない。 BMW まあまあえげつないぐらいホイールのブレーキダストがひどい車なので、低ダストのブレーキパッドは必須じゃないかと思います。これもともとこの F20 には M スポーツのブレーキキャリパーはついてなかったんですが、ドリルド&スリットのローターと金のタイプの M スポーツのキャリパーを後で取り付けをしております。後ろも同様ですね。ローターがドリルドとスリット、通常のね、標準で純正で M スポーツのブレーキキャリパーってつけると、この辺はドリルドとかスリットじゃないんですけど、後でつけるとこういうことができたりはします。マフラー変えんでええんちゃうんってずっと言ってたんですけど、なんかもうここまでやったら変えたいっていう話になって、アーキュレーのスポーツマフラーを取り付けしてます。これ結構ブドゥ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 ブ言うて、まあまあうるさいんですよ。僕的にはもっと静かで乾いた音の方が好きなんですけど、まあこれはね、好みの問題なので、これはこれでありでしょう。ちょっと遠くから来ててもすぐ気づくレベルのまあまあ音でかいです。でそれに合わせてギアのディフューザーですね、これもこのマフラーを中心に合わせた設計のものに交換をしてます。実は F20 これ後期型なんですけども、通称タレパンダって呼ばれる前期型のモデルの方が、こういうアフターパーツは非常に豊富です。後期になると一気にチョイスができなくなってくるので、この辺はカスタムする人を悩まされてる部分ではないかなと思います。前期も後期もかっこいいので、気に入った方を買っていじるのがいいんじゃないかなと思います。なんか最近後ろから紹介することが多いんですけど、この車も後ろから行きます。オープン。パッと見は純正っぽくは見えますが、かさ上げされております。このかさ上げされてる理由としては、中のオーディオが満載だからということなんですが、開けてみましょう。ドン。ブラックスのマトリックス MX4 っていうハイエンド4チャンネルのパワーアンプ、これ表には1個しか出てきてないですけど、実際2台使ってます。2台使って冷却バチバチにかけて前後に積むというような荒技で実現してます。実際こんな風に作り込みする必要なんか一切ないんですけど、実はこの車以前雑誌の取材を受けたことがあって、その際にどうせ雑誌の取材受けんにやったら見栄えのええのにした方がええんちゃいます、そうか、やっぱそうっすよね、そうっすよって言って作り込んだっていう経緯があります。実際作り込みとオーディオに何の関係もありませんので、音だけでっていう話でしたら、な、凝ったことしてお金かけるより普通に全部カバーしてすっきり隠してる方がメリットは大きいと思います。でもせっかく買った高級な具たち見せたい、この気持ちもすごーくわかります。なのでこういう風な形で整然とレイアウトをして、たまに開けてうっとり眺める、これもあれなんじゃないでしょうか。今回つけたのはこれです。最近こればっかつけてるんですけど、リゾルト DSP っていう、まあ、ちょっとお国としてはね、ロシアなんであれなのかもしれないですが、まあなんせとんでもない音質モンスターです。ここにあったのはもともとブラックスの DSP だったんですが、それを取り外しして、その蓋と同じ
枠作って、この中に隠れてます。フラックス DSP よりも、リゾルト DSP の方が、少し小さいんですね。なので、この全体を作り直しするというよりかは、コストを安く抑えるために、こういう形でカバーだけ変更してます。こうただのカバーに見えますけど、実は細かい穴いっぱい開いてまして、リゾルト自体の熱を上に逃がすっていう方法になってます。なので巻いてる生地自体もメッシュの素材になってます。専用キャパシタ、ダイヤトーンの SWG50 ですね。名機と呼ばれるサブ波です。これね、もともと LED とかでピカって光るようになったんですけど、それも取り外しました。必要は正直ないと思います。次はフロント周り。スピーカーは、いきなりついたからですけど、モレルのディレイトカーボンプロ 63A。 このミラー裏についてるユニットはディレイトカーボンアルトっていう名前です。形状は以前のスプリームピッコロ2と同じような形してますが、こちらの方がいい音します。性能としても特性としても上じゃないでしょうか。ディレイトカーボンプロ 63A のウーハーユニット、16センチクラスのウーハーですが、ドアのポケットの部分下半分を綺麗に加工をして、アウターバッフル化して整然とレイアウトしてあります。非常に美しく純正っぽいようなデザインで辻褄が合うように造形してありますが、これね、わかるかな、グリルが簡単に変形するんですよ。これちょっと膝をぶつけたとか足ぶつけたとかっていうだけで簡単に変形します。後でなるべく修正したいと思いますが、オーナーさん気づかんうちに変形させてます。しゃあないですよ、こんだけ繊細なグリルやと。まあそうなるのもしゃあないかなという気はします。乗り込みましょうと前にレカロ、そんな長距離乗り張れへんのですけどね、ええっすよ。レカロうちでも取り扱いできますのでお問い合わせをください。さてスコーカー、これもイレートカーボンプロ 63A の真ん中 MM3、 これを美しくピラー加工してインストールしてます。純正のアイドライブ、こういう車はね、あんまバカでかいモニター似合わないですよね。ちっちゃいこれぐらいがいいです。あ、もうちょっと切ってもいいかな。ロチラ、助手席側。このグリルも綺麗ですよね。かっこいいな、ええユニットやなーっていうのが見るたびに実感できるユニットだと思います。まあ、こちらもね、イスラエルなんでね。まあまあ、いろいろとありますけど。そういう政治の問題は置いといて、ユニットを堪能しましょう。これがリゾルトのコントローラーです。もともとヘリックス系のユニットが付いてましたので、ちょっとリングサイズに近いぐらいのこういう枠で加工埋め込みしてありました。それを取り外しをして簡単なカバーを作ってコントローラーだけ入れ替えをしてます。リゾルトのコントローラーできることめっちゃ少ないんですけど、非常に精度が高いです。クリック感もあってカチッとした作りになってます。字ちっちゃいんですけどね、なんか割と見やすいです。いいポイントじゃないかなと思います。興味のあるぜひお考えください。で、こちら。これがメインのプレイヤーといいますか、音源ですね。もう思いっきり割り切っちゃったので、今回は今まで使ってたアナログとかも全く使ってません。地デジチューナーもついてましたけど、見ひんわ言うても撤去しました。いいと思います。ワイバストの DAP300 APEX チタニウムといううちで取り扱いをしてました限定の DAP300 APEX をメイン音源として、これでUSB デジタルオーディオは基本1本。で、ちょっとこれ、ファイアスティック繋いでないので映らないですけど、インターフェース入れて、ここにファイアスティックを入れてます。で、ファイアスティックの映像、音声、この辺を楽しめるようにもしてます。もちろん、オーディオはデジタルで取り出しをしてます。ケーブル。サエクさんのところの、ストラトスフィアーっていう最高級 USB ケーブルです。これを引っ張ってます。ちょっと硬いとはいえ、なんでしょう、ふざけた硬さではないです。で、黒なので車内にも溶け込みますし、いいと思います。これサウンドサスペンションさんのところの一時取り扱いのありました電源用の特注ケーブルですね。これも使ってます。でダップ用のバーチャルアース、こういういろんなアクセサリーつけてます。こじらせた人っていう感じしますけど、そんな目立つような取り付け方とかあまりにもゴテゴテしたってことではないので、これぐらいやったらまあありじゃないでしょうか。で、ワンオフのホルダーを使ってしっかり固定をできますので、この車あんまりケーブルのトラブルですね、なんか接触不良を起こした音出えへんとか、そういうことがほとんどありません。よくできた車です。今回のレゾルト化によって
音質もさらに向上しています。センタースピーカー。ダッシュ穴開けんの勇気いります。で、この車はもともとセンタースピーカーが付いてない車なので、本当にダッシュに穴開けるレベルの加工になりますから、マジで勇気いる加工なんですけど、音質のためにセンタースピーカーっていうのも増設しています。ということは、フロントがハイ、ミッド、ローでシート下。この時点でフロント4ウェイですから、もう8チャンネルの出力使います。センターもある。これで9ですよね。サブがあるんで10ですから、リゾルト使ってるのは MDSP という最上級モデル。これを使ってます。MDSP、高いんですけどね。高いんですけども価値があるんですよ。パパッと聞いた時に出てくる音がもう、せん。俺今まで何聞いてたんぐらいの音が何もしてない状態でも出てきてしまうので、ぜひ体験してほしいなと思います。さて、ざっと簡単にですが、ご説明をさせていただきました。F20 ですね。オーナーさん、まに普通のお兄ちゃん、お兄ちゃんか。ギリお兄ちゃんな感じなんですけど、もういつも頑張ってお金貯めて、がっつりオーディオを組んでくれます。本当に頭の上がらないお客さんです。もうお付き合いもだいぶ長いことさせてもらってますが、これからも末長くお付き合いをしていただけるように、僕らの方も日々努力して、向上していかないといけないかなと思います。今回のバージョンアップ、無事成功しました。お買い上げありがとうございました。並びにいつも見てくださる皆様、ありがとうございます。あと余談ですけど、車好きあるある、トランクの中、洗車道具満載。満載なんですけど、使うの限られてきてたりします。で、結局、なんやかんや言うて、撥水シャンプー使ってたり、簡易コーティングのスプレー使ってたりっていうことが多い。これも車好きあるあるじゃないでしょうか。洗車好きあるあるとはちょっと違うと思います。